はい、お疲れ様です。アルビサプッチです。お疲れ様。はい、ミカさんはちょっと今完全あのお風呂上がりなので、ちょっとこんなちょっと擬態でやっておりますね。はい、昨日ですね、3月16日に、東京ヴェルディ第4節がありました。東京ヴェルディはあの今年 J2 から久々に J1 っていうに上がってきたんですけども、かなり古豪っていう感じですよね。もう昔なんてもうヴェルディといえばみたいな、もうカズいて、北沢いて、武田いてみたいな、もうあとラモスいてみたいな、もうものすごい強豪だったっていう部分で、あとまあうちからするとやっぱヨシ君のイメージがめちゃめちゃ大きいじゃないかなっていう部分はあるんですけども、まあ今節まあ J2 でも何回も戦っていて、その中でもやっぱやりにくいよなっていう、まあ、なんでか昔 7-0 だったかで勝った時もあったりもしたんですけれども、 その時がもう超久々な勝利だったような気もします。なかなか勝てないんでね。はい、そんななかなか勝てないヴェルディと、まあ、J1 の舞台で戦えるっていう部分でやっぱかなり面白い試合にもなるんじゃないかなと。やっぱりヴェルディって足元、今技術力がやっぱすごく高いで、アカデミーがめちゃめちゃすごくしっかり整ってるっていう風な、まあ、印象なんですけどね。なんせアカデミーのこと知らないんで、まあ、そういう中でどうなのかなっていう部分の試合でしたが、2-2 の引き分けという形でした。はい、まあ、まあ個人のスーパーセーブ、まあ個人のスーパーセーブはもう何でしょう、考えてみれば想定内そう、個人はスーパーだからまあね、そうだからこそあれが普通だと考えると、やっぱりちょっとこの勝ち点1しか積み上げられなかったっていう部分があるなって思いました。はい、でやっぱりもっともっとうちとしてのそのボールは握れるけれども、最後のシュートを打つっていうところまでどういう風に持っていけばいいのかなっていう部分とかが、もうちょっと考えなきゃいけないのかなと。まあもうちょっとなんかそこの部分のバリエーションなのか自信なのか、なんかそういうのがまた出てくるとすごく楽しいチームになりそうな気はしますね。そうだ ね、なんか個人のうん、なんていうのかな、自分はこう行きたい、そうそうそう、それ、ね、それがもうちょっとだよね、多分それが噛み合いつつあったり、ああまだここだったんだよねみたいな、ね、お互いがもうちょっとね、なんかあるんだよね、フィットすると、と多分もっと面白くなってくるんだろうなってはすごく思いましたね。やっぱりもっとボールくれよってハセモはめちゃめちゃアピールするじゃないですか。あ、じゃあガンバ戦の時もガンバ戦途中出場だったっけ、どうだったっけ、確かあれ最初だったかな、最初からいたかな、ちょっと覚えてないですけど、ハセモは確か左サイドにいた時、あれあの時ヨシ君と出てたっけ、一緒に、なんかそんな気もするな、そんな気もしますね。左サイドで確かすごくこっちこっちっていう風なの言ったけど、結構来なかったり、で今回ので言うと確かコミちゃんが右サイドにから中央の方にちょっと横に行った感じですかね、横に持ち上がった時にハセモは右サイドを駆け上がろうと縦に行こうとしてる時に、なんかもうなんていうこう確か指示をしてくれっていう風に言ったけど、コミちゃんはそのまま中の方に横にっていうのがあって、でもあれもまあ俺はダゾンで見てるからこそ思うのが、あ今のハセモみたいな、出さねえんかみたいな、そんなのがやっぱり思ったりとかはやっぱしましたね。なんかまあ2回見てるからっていうのもあるかもしれないんですけども、なんかそういう部分とかでもっともっとで、そこのもやっぱりこだわってっていうのが大事だよなって、一つ一つにこだわるっていう風に結構うちはもう来てるんじゃないのかなって。なんかよく試合後とか、ごめんね、話したりしてるけど、多分そこで自分はこうしたいんだっていうのを、共有して、そうそれがもっともっと、やっぱ試合だからこそこれが共有できるっていう部分があるよなって、試合に出ないと分かんないよね、そうだね、その相手がどこまでガチで来るのか、練習試合とかでも多分いろいろそういう風なのを考えながら
ある程度もしかしたらルールとかを決めてやってたり、多分今日なんか医療福祉だったかな、あれどこだったっけ、なんかど、あの、あったけど確か負けてたんですよ。多分それもきっと何かしらのそういう部分のを設けてやったと思うんですよね。なんかそういうのとかももっともっとあの積み上げていくっていう部分のがてっぺんに行く、てっぺんあの優勝するためにはやっぱり必要なんだろうなとすごく思いました。でそのプレーの話ってまあみんながもっとしている部分をもっとより濃くっていう部分ももしかしたら必要なのかもしれないし、でもその濃くっていうのも俺は分かんないけど、うん、やっぱ一つ一つにこだわる。あの時俺パス右足に欲しかったんだよねとか、あの足元っていうよりもちょっと高いので欲しかったとか分かんないけど、なんかどういう風なスピードで欲しかったとか、なんか手前に欲しかった、なんかそういう風なのとかがもっともっと共有風にされるようになってきたらいいんじゃないのかなって、うん、まだ最初の方、そうまだまだ最初で、まだたった4節だから、それでこそ課題が出てくる、そうそう課題はねかなりまだまだ盛りだくさんかなと。でもやっぱり去年の時なんて、いやフィジカルがまずまずやべえじゃねえかよみたいなっていう部分そう、ね、みんな、なんとかなんとかボールがなんとかつないでなんとかつないでうわなんとか勝ったよみたいな部分とかもあったりしてた。でもやっぱりフィジカルで圧倒的に負けていた、ほんとそこを完全に技術っていう部分でなんとか補ってたけど、今ってはフィジカルあかなり強くなったじゃん、うんうん、もうあの当たり強くなった。そうカイトは去年だったら結構収められなかった、でももう収められるし、コミ、うん、ちゃんも大体飛ばされてた、うんうん、けど今どっちかっていうと相手を抑えて、うん、キープもできちゃうし、うんうん、なんなら初速多分 J リーグの中でもかなりトップクラスに速いっていう部分でいくと、まあ、それで この試合でもあのファールをもらってたりとか、うん、確か解説の人もそのこと早いっていう部分も言ってたし、要するに去年1年間のトップスピードは確かコミちゃんが早かったじゃん。確かに35分からさ、そうミトちゃんなのかと思うけどさ、ミトちゃんってさ足のテテテテテテテっていうさ、これで回転だよね。多分スピードっていう部分はコミちゃんなんだなっていうのか。でコミちゃんってまたスピードだけじゃなくて、あと距離も体力の無尽蔵っていう部分もあって、うんうん、やっぱりもっともっとおなんかやれるなっていうのがありますよね、うんうん、でまあ、コミちゃん左も右ももうできるようになっちゃってね、やってるね。そうこれってものすごいことを、ね、そう去年までは左サイドしかやってなかったのが、うんまあ、左サイドとあとは試合中に真ん中をやるっていう風なのも移動してね、変わったりしてっていうのがあったけど、うん、もう今なんてもう左サイドから真ん中行ってボランチまで降りてきてっていう部分とか、でもまたゴメスとだったからさ、ゴメスが左サイド上がった時にはコミちゃん結構ボランチのところまで降りてたりとか、かなりそういう部分が本当に綺麗に動くよね。多分ゴメスすごくやっぱりすごくいいよね。でゴメスやっぱり点を狙ってるっていうのがめちゃくちゃわかる。そうでもゴメス1回シュート絶対打てたところ打たなかったの。あれは前半今回確かあの方向逆じゃなかったかな。あ違うあれはレディースか。前半あれ後半かな。どっちだったかな。前半だったと思うんだけど今のシュート出たあったね。だけど打たないで確か右あの出したんだよ。そうそうそう確かそうあの時はなんだろう右足だったからなのかなと思うんだけど、いやもう行けるでしょって。いけそうだったんだけど。そういけそうだったよなっていう部分とかはあったぞゴメス。壁があってあれだったのかな。で勝手に思ってるよゴメス。ごめんねゴメスって言って。はい。まあ、そうそうやっぱシュートっていう部分と一つ一つにこだわる、うん、で確か俺そのゴメスのやつ結構ね前半でうちあんまり良くない時間帯だったからこそシュートで終わるっていうのが欲しかったんだと思う、うんうん、名古屋戦の時のゴメスのあのシュートがめちゃくちゃ良くて、でもあれ確か右足でしょ。そうそうそう、なのにあのパワーだったじゃん、枠には入ってないだけ。そうどん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 やっぱりシュートっていうのが大事じゃないのかなと。で今回やっぱり良かった点はシューが復帰できたっていう、うん、でもなんかちゃんと見てみたらやっぱパフォーマンスとしてはやっぱりまだまだだったのかなとは思うね。なんかでもなんかシューって多分
ここまでもし見てくれてる人だったらきっとわかると思うけど、何回やってくれそう感がそうだね、なんだろう、このアルミの中でもしかしたらトップなんじゃない。あ、もうシューとカイタシ、いや、シューだ、シューだな、やっぱこの何かやってくれそう感っていうのってやっぱすごくある、うん、ある。そしてやってくれちゃったりするから、やってくれてるのがやっぱり多いからこそやっぱそう思うんだよ ね。で、まあ、そういう風なのを考えてやっぱ期待があるからこそ思うのは、今日はちょっと前の意識っていう部分がちょっと少なかったんじゃないのかなと。確かあれゴール取られてからだったっけ、あのシーン、中にパンってパスタしたの結構もうね終了間際ぐらいのシーンだったもんで ね。85分以降のシーンで、左サイドを上がってペナルティエリア入ったかぐらいの時に、うん、多分中にパスした試合、あのハセモあたりにパスをちょろんって軽く出したシーンがあって、ほう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 、あそこを あれは自分で行けばよかったねっていうとこね。そうあれ、うんうんうん、昨シーズンだったらシューはあそこは思いっきりシュートを打ってたと思う、うんうん、で確かに今回のゴールキーパーって、まあ、マテウスだからこそそういう風な多分シュートストップっていう部分もあるけど、あそこからシューのスピードであれば絶対弾く、キャッチはない、うん、で弾かれたらなんとかできる。そうだ、ね、だってあの時確かシューがいてハセモがいて、うん、あのモトキもいたはずなんだよ。だからもうシューだからペナルティアリアに3人入ってる、うんうん、まあ、シューのところに跳ね返ってくることないから、やっぱハセモじゃなくてモトキあたりが多分そこに競れるんじゃないのかなって思うんだけど、そういう風なシーンだったじゃないかな思うんですよね。だからやっぱり思い切ってシュートっていうのも大事かなと。あのそれこそあの最後の最後のあのコミちゃんのあそこも惜しかったなって、あそこももし多分あそこであれを上げたらシューなら追いつくって思って出したけど、ちょっと精度を欠いたというか、多分その前にディフェンスの人がいたからそれを避けなければっていう部分の意識が強すぎた結果あなたと思うんだけど、そう1メートルぐらいちょっとずれちゃったのかなって思うけど、もしかしたらあそこもシュートの方が良かったのかもしれないし、それかふわっとしたものが良かったんじゃないのか、あのグラウンダーじゃなくてあのそこにいるのを避けるっていう形でいってシューのスピードで相手との競り合いに勝ってもらうっていう方がもしかしたら良かったんじゃないのか、まあ、それこそ一瞬で判断しなきゃいけないから難しい、ね、こそ難しいんだけど、やっぱそこの一瞬の判断ができてこそパリオリンピック代表コミちゃん頑張れっていう、ね、そう。ただなんか本当にコミちゃんって数字っていうものがまだ全然ないけど、やっぱりコミちゃんもなんかやってくれそう感っていうか、うん、やっぱりそういう部分の部分は強いよねって思うんだよね。ハセモのにハセモじゃないモトキの方のこれ言いにくいんだけど本当にダブルモトキだね。もうみんなだモバイル見るとモトキって呼んでんじゃん。だからよくないよ本当にね。これ本当にこれもしも関係者とか関係者のご家族の方とか見てたら本当にもう名前を決めてくれもうサポは大変だよ。あれモバイルで決まってた？どうなの？俺見落としてるかもしれないですけど、本当に名前を決めてほしい。ハセとは言われてないか。うん、ハセってなるとやっぱりハセさんになっちゃうからさ、そうだね、もう利用者さんだよねってなっちゃうんだよね。そうなっちゃうしね。うん。まあ今回はそんなかな。うん。でもやっぱりまだまだベルディもだけど、うん、やっぱりうちもすごく伸びしろが J1 の中ではかなり多いチームだよなって思いました。うん、で俺びっくりしたのがベルディサポの人が見てくれてるんで教えてくれたんですけど、ベルディ平均年齢24歳なんですよ。やばくないですか。でもなんか若いなっていう風な感じはしてたんですけど、うん、そりゃね伸びしろやばいでしょって。すごい、なんか24っていやすげえな。何みんなハセモぐらいってこと？そんぐらいじゃない？ハセモって。そうだね。そういう部分とかもあって伸びしろはすごく多い。ただ選手個人個人の伸びしろっていう部分だって、うん、うちはまだまだその戦術っていう部分であったりとか、うん、どういう風にそのシュートまで持っていくかなプレーとか、なんかそういうところももっともっとこだわっていければ。絶対もっといいチームになれるよなって思いますね、
で俺あのライブ配信一人でしてたんですけど、その時に思ったのは胸トラってなんか激アツだなっていうのをなんかここ最近ね、この胸トラのなんかやり方がものすごい種類あるっていうのをやっとあの見れるようになってきて、種類があるの、なんか種類っていうかさ、なんか いろんなパターンあるじゃんって、こうトラップして落とすだけじゃなくて、トラップして後ろにやるとかさ、あのね金髪の染野くんだったっけ、あの子がこうやってその右から走ってきた人だったかな、左から走ってきた人だったかに渡してたの、何それみたいなそんな胸トラあんのみたいな、ね、そう、俺は今までそういうのを見れるほどサッカーのがなかった、今やっぱ徐々に見るようになってきて、あこのシーンとか今の右足もらってたらそのまま行きやすかったんじゃないのかとかさ、のをやっと分かってきてるっていう感じで、なんかそういうのもまた面白いなって、本当にねいろいろなところでサッカーを見ることが面白くなるなって思ってます、うん、またまあ明らかに一昨年とかよりはサッカーを見てる時間が増えたなんせレディースをフルでも完全見てるからそうでレディースを見てるとやっぱりね、レディースだとやっぱりちかちゃんとかゆりえちゃんとかは代表戦があるから、代表戦もそうしたら見るじゃん、うん、そう、俺ちなみに日本代表アルビの選手呼ばれないと見ないっていう風な、ちょっとかなりヤバめなそういう人間なので、俺アルビの選手推しっていう部分があるのでそうなんですよ、なんでみんなあの X 見てると日本代表戦の時とか結構すごいけど全くわかんないなーっていう部分がありますね、あそんなのはどうでもいいですね、そうアルビ専門っていう部分なんでそんなんがあるんですよね、なんで豪徳が代表引退する時マジかーっていう部分でそんな感じになってたんですよね懐かしい、そんなのもありましたね、まあ、とりあえず思うのは一つ一つ の質っていう部分とかにこだわる、あとは共有そのプレーの共有っていう部分とかイメージとかをやっぱりもっとしていくっていう部分で、今節は結構やっぱ裏への狙いっていう部分のは何度かあったけど、そこに対しての共有 のプレー意識、プレー共有っていう部分はもうちょっとだったのかなっていうのは思いました、でも多分そこの部分はどんどん改善されてくるからまた楽しみだなって思ってます、とにかく一つ一つにこだわる、あのシーンはどういう風なのが欲しかったのか、多分そういう部分をね、タツさんとかが多分いろいろやったりとか、ここのプレーさどういう風なのだったのみたいな、こういう風なのもあったんじゃないのっていう部分とかで、多分それを練習に取り入れたりするのかな、知らないけど、まあとりあえず楽しみですね、うん、っていう感じ、もう進化しかない、そう進化すごくねそこがあって面白いなって思いました、まあその勝ち点2を失ったとかっていう部分のに一喜一憂はもちろんするんだけど、やっぱすぐ次の試合が来るよって、まあ来ないんだ、来ません、そう一周空きます、そうなんだよ、ね、皆さん一周空くんですけども、これびっくり、なんと20日水曜日レディース6時から千葉であります、わそしてなんと怖い、24日日曜日ホーム、これどっちですか、セレッソさんがあのレディースですね、レディースだね、があります、ホームです、もうシリックかビッグサンどっちかです、覚えてません、はい、そんなことは知らない、ホームしか書いてないからいいんです、どっちでも行くから、うん、っていうのがあるんですって、あ予定ないあじゃあ行きましょう、大丈夫、よしレディース面白いから、そっか、そうそしてスタグルが豊富っていうか、いつも普段見ないスタグルがありますので、そう、ね、ぜひおすすめだね、おすすめですよ、はい、僕のおすすめはもうバジルフレンド、もうこれ一択、それしか行きませんはい、24日 100% 行きますのでバジルフレンドの方もよろしくお願いしますはい、でも毎回行くから、毎回バジルフレンド行く、大盛りって言っちゃうから俺もう大盛りの人の、ね、大盛りでって 、うん、言っちゃうからね、うまいですよ、あそこゴロッとねお肉とか入ってたりするの、いや、いいね、なかなかうまいですよ、まあそういう話もあってね、うん、そうなんですよ、なんで一周空くんですよね、レディースが忙しいんだね、そうレディースは5連戦っていうね、恐ろしい呪術系があって、何やってんのっていう感じなんですけど、まあそんなんですね、なんで忙しいんですよ、忙しいからこそみんなで頑張ってやっていきましょう、そんな感じでいいのかな、うん、何かございましたか、大丈夫ですか先生は、皆さん大変、でもやっぱホーム早く行きたい、うん、そうだね、ホーム行きたいね、
次30日が、柏戦ですね。そうだね、柏といえば幸と直樹なんですよ。よし、倒してやりましょう。ちょっと最近あんま試合絡んでないのかなと思います。あ、やばい、20分超えちゃう。まこちゃんに怒られちゃう。20分怒られちゃう。じゃあね、バイバーイ。